あーちゃんのラジオ局にって言ってたんですけど、私はラジオのパーソナリティもしてて、この前橋の芽吹くっていうのは本当にラジオでもねすごい使わせていただいてて、もうすごいね、もう今の新聞とは全然違う現代の新聞なんですよ。そこに乗れたら一人前と思ってもらえるようなものなので、夢が叶いました。とっても嬉しかったし、その後ねページをめくってもらうと私たちのインタビュー記事なんかも入っていますので、皆さん無料ですので、ぜひ皆さん見つけに行ってください。よろしくお願いします。お願いします。すごくね新聞もカラフルでとても
なんか 今の新聞だなっていう新聞なので皆さんぜひ見てみてください。そして撮影現場も本当に本当に素敵な場所だったのですが、みゆさんはどう思いますか？すごいね、今日まるで司会者だね。はい、はい、私は、こういう経験が初めてだったのですごくメンバー全員緊張していたんですけど、撮影現場のカメラマンさんもすごい明るい方で、みんな自然な笑顔で、自然なんか森が作られてたんですね、部屋を作ってて、そこで撮影をしたんですけど、もう今までにない経験だったのですごく楽しかったし、いい経験になったなと思います。ということで皆さんぜひ手に取ってみてください。最後の2曲になります。皆さん聴いてください。